はい、今回ねご紹介しますのは福島県にある東山温泉の東山グランドホテルさんです。大江戸温泉物語グループですね。でホテルの周りはこんな感じでね、なんもないです。あ、バスで来た場合はね、観光バスで来た場合はもう横付けできるので嬉しいですけど、結構ね巨大なホテルでございます。入ってね左側がフロントです。はい、中入ってきました。そっちがねフロントです。でこの奥はなんか元公衆電話があった跡で、ここに自販機、タバコの自販機と思ったら何もなかったでここに階段があるね。こっちは多分そんな用事ないんちゃうかな。なんかかつて何かがあった場所でなんかクラブの今やってるのか分かんないですけどね。クラブ、バーで、トイレ、まあ一番玄関に近いトイレはここって感じかな。でお部屋行く前に鍵もらったら、歯ブラシと浴衣をねまずピックアップです。それがこっち。ここで歯ブラシピックアップして、で浴衣をこっちでピックアップで、横売店、このね歯ブラシピックアップと浴衣でピックアップっていうのはどこの大江戸温泉物語でも一緒ですね。帯は部屋の中にあります。でこの、あの売店に服が売ってるのも大江戸温泉物語って感じ。売店結構ね大きい売店で、これエレベーター3基、本館と茜館と、葵館があるんですけど、とりあえずはここのエレベーターで上に上がるって感じ。3基ロビーもすごいね、めっちゃ広いで、あの Wi-Fi がねもうロビーだけなのでお部屋で使えないので、 Wi-Fi 使いたい人はロビーで使ってくださいということです。でこれ2階に上がる階段で、なんかめっちゃ広いんですよね。でこっちカラオケ、カラオケで、カラオケはね6時50分までは無料で7時以降が有料になります。25名定員すごいな、15名定員。ここもトイレ、ここも使えんのか、近いね。これすごいないいよ。25名使えるカラオケ、パーティールームで、この奥がゲームコーナーかな。で自販機、ソフトドリンク、あとアルコールで、両替機で、UFO キャッチャーとかあって、でなんかゲームがあって、会議室、羽衣、フォトスタジオで、こっちゲームコーナーかな。これもここにも入り口あるけど、非常時以外は締め切りで、ここ卓球コーナー、卓球は予約が必要ですと、1組30分までご利用いただけますということですね。卓球台は2台
着付け室とかなんかね、昔結婚式とかやってたのかなって感じ。式場とか書いてるもんね。式場会議室往来。今は多分ね、結婚式やってないんちゃうかな。すごい往年の賑わいをなんかこう感じるムードが漂っている。これが1階はこんな感じかな。次2階上がってみましょうか。階段で2階に上がってきたら宴会場、明星、秘書、これバイキング会場ですね、今日の。でプラザアルカディア、あと宴会場がいくつかあるみたいで、さっきもなんかコンパニオンさんがおりましたわ。中宴会場、お手洗い、あと喫煙所、ここですね。全室禁煙なのでタバコ吸う人はこちら。で、この奥がアルカディア。プラザアルカディア。なんかすごいね。いっぱい宴会場とかなんか、ホールがいっぱいある。で、これがエレベーターホールでしょ。エレベーターホール降りたら、右行ったら、秘書、バイキング会場。これ、明星宴会場、明星123で、お手洗いで、ここがね、秘書バイキング会場です。ここで靴脱いで、この奥がね、バイキング会場でございます。はい、じゃあちょっとね、バイキング見ていきます。まずこの辺りはご当地料理、会津郷土料理、イカ人参、ニシンの山椒漬け、コイの旨煮、あとわっぱ飯、鮭のわっぱ飯とか、あとね、もつ鍋コーナーが、鍋コーナーがあって、あと茶碗蒸し。で、こっちがソフトドリンク、コーヒー、で、デザート。アイス。で、この辺洋食。このね、アップルパイ、自家製アップルパイ、あの大江戸温泉物語行ったらどこでもこれあるんですけど、これ結構美味しい。で、こっちがライブキッチンで、鉄板焼き、ステーキですね、あとソースカツ丼、喜多方ラーメン、天ぷらで、で天ぷらのね、あのこの稲荷の天ぷらがね、めっちゃ美味しい。これ天ぷら稲荷チーズとさつまいもが入ってるみたいで、あの評判すごいいいんですよ。私も今日初めて食べたけど美味しかった。あと麺類で、サラダ。ちょっともうね、時間が遅いんでだいぶ撤収されちゃったけど、お刺身で味噌汁、ご飯、小豆湯、ご当地料理、小豆湯、あと会津さん一目惚れ。ご飯はね、ちゃんとあのマシンじゃないです。あとお寿司、お寿司はイカエビがちっちゃくなってる。
エビ、サーモン、サバ、あとつぶ貝ですね。で、ここのね、バイキングはカニはないんですけど、大きなね、特色はアルコールが飲み放題、これがね、含まれてるんですよ、バイキングに。これは大井戸温泉物語、いろんなとこ行くけど初めてですね、アルコール飲み放題がついてるのは。この辺焼酎、日本酒、梅酒、白ワイン、赤ワインということで、ここはね、お酒好きな人にはいいですね、アルコール飲み放題好きということで、こちらがね、バイキング会場でした。はい、じゃあね、部屋向かいましょうか。私の部屋はね、あかね館の5階なんですけれども、一旦ね、本館のこのね、エレベーターで上がります。5階こんな感じで、本館の両サイドにあかね館と葵館があるんですね。ただね、横つながってるんですけど、あかね館、あ、葵館のエレベーターは2階、1階には行けないので注意。はい、自動販売機はね、アルコールはなんか調整中で、ソフトドリンクは営業中みたいです。で、ここね、本館のエレベーターホール3機あるんですけれども、ここを右に行ったら茜館、左に行ったら葵館。で、横つながってるんで、特に館のね、意識はしなくていいと思います。ただ葵館はエレベーター1機あるんですけど、2階1階にはね、行けないので注意ですね。結局はこの本館のエレベーターホールを使わないといけないということです。はい、じゃあ部屋向かいましょう。そこがね、非常口で、ここが部屋。入ったらスイッチここで、今一番ね、端っこの部屋なんで、非常口ここですね。あとね、途中階段もあるんで、階段でね、下降りることもできますね。はい、じゃあ見ていきます。鍵はちなみにこんな感じのシリンダーキー、めっちゃ大きくて若干かさばります。で、入ったらここに下駄箱、よいしょ。で、スリッパはこんな感じのリユース式で、カメムシが多いみたいで、カメムシ取り用のガムテープがあります。だいたいこれちゃんとこういうふうに書いてくれてますけれども、東北の方のホテルって何もこういうのなくて、ポンってガムテープ置いてるホテルがあるんですけれども、ガムテープ置いてるってことはカメムシ出るってことですよ。で、ここに靴べら。で、ここに一応クローゼットになってるのかな、これ。ハンガーないけど。なんか、引っ掛けられる。で、中見ていきます。あ、これ和洋室か。で、ここにもね、スイッチがあって、ここ常備灯。で、こっちの洗面所は後で見ましょうか。まずベッド周り。シックでね、落ち着いた色合いで。で、ツインで、このベッドの間にコンセントめっちゃある。3口。で、ここがライト。で、時計。で、目覚まし時計。で、そんな感じかな。窓の外はようわからん。で、こっちが和室。なんか結構こう、あんまりないですよね。この向かい合ってるっていうか、ベッドの向かいが和室。ちょっと変わった作り。
で、こちらに、まあ、ご案内ですよね。で、テレビのリモコン。で、こっちにはお茶セット。お菓子はなしでお茶のみですね。ティーパック。で、見ての通り、大江戸温泉物語グループなので、内線がないです。なので、こういったところにも書いてないので、フロントでもらう館内、案内に、電話番号書いてるんで、そこで、電話番号をね、見て、何かあったらそこにかけるということで。本当はね、なんかどっかにね、こういうとこに、壁かなんかに書いてくれたらいいのにね。電話番号、フロントの。で、ここはクローゼットなのかな？ちゃうか？あ、そうか。クローゼット。なんか一瞬壁っぽいけど、これ。クローゼット。で、中にタンゼンと、リセッシュ、ハンガー、で、帯。帯は、部屋にね、セットされてます。あとタオル。で、このちっちゃいタオル。で、延長コード。帯はね、入ってるんで、浴衣は、ロビーから各自ピックアップです。はい。で、これティッシュ。ケースなかなか可愛いですね。で、これが空調。ちょっとなんかすごい旧式な空調ですけど。空調。空調はこれだけかな。エアコンとかはないね。これが空調。で、テレビ。すごいなんか、歴史を感じる。グラスが5つってこと。これ5人部屋ってことかな。3名2名なんかな。で、ポット。湯沸かし器って感じだね。ケトルって感じじゃないね。で、冷蔵庫は何も入ってないです。はい。で、こっちにも窓があるよと。はい。で、タオルハンガー。こんな感じかな。押し入れには布団が入ってんのかな。そうやね。はい。よいしょ。布団で寝たい方は自分で引くということですね。そして、こっちが洗面所。洗面所はなんかリニューアルっていうか、リノベーションしたっぽいね。綺麗。これもなんか新しい。で、ハンドソープ、ペーパータオル、洗面用水洗金具の取り扱い方法。あ、これね。プッシュ。プッシュして。って感じ。押して、もう一回、もう一回、押して、あれ。あ、戻った。こうして、開閉するってやつですね。で、ここにコンセント。で、ドライヤーは、独立式。ディスコム。パナソニックじゃない。こんな感じかな。で、歯ブラシは、ロビーでね、ピックアップです。こんな感じ。で、ゴミ箱。はい。で、トイレ。はい、こちらがね、トイレ。シャワートイレで、シャワートイレはそんなにね、旧式じゃないですね。で、壁紙もなんか、綺麗で、リノベーションした感がある。間接照明もいいですね、これ。綺麗。この辺なんかリノベーションした感があっていいですね。このトイレの壁紙とこれも同じ壁紙なんやね。壁紙っていうかなんか触り心地がなんかね、いいですね。紙じゃないんかな、これ。
紙か。ちょっとボコボコしてる。はい。ということで、こちらがですね、東山グランドホテルさんの和洋室のね、お部屋でございました。あ、最後ね、6階ご案内しておきますね。大浴場は6階。で、6階にもね、客室あるので、こっちが茜館の6階の客室。で、向こう行ったら葵館の6階と7階の客室がありますよ、ということですね。で、ここに自販機。アイスの自販機と、あと、アルコールの自販機。で、こちらが無重力マッサージ、いくらや、15分300円。なんか調整中多いな。で、あとね、リラクゼーションスペース、癒しどころが左側で、男性、女性で、翌朝入れ替えありますね。で、ここがまた自販機。ソフトドリンクと、あと牛乳。で、この奥が、葵館ってことか。あ、こっちか。はい。だから葵館のエレベーターは1階2階 の、 あのレストランとかフロントは行けないけれども、葵館のエレベーターでお風呂はね、掘れるということですね。トイレちょっとややこしいね、館内が。特に葵館の場合はね、これ葵館のエレベーター。こんな感じで1階2階の移動は本館のエレベーターを利用してくださいということなので、ご注意ください。はい、こんな感じでイメージできましたでしょうか。